麻布十番バーラの谷口圭一です。新年明けましておめでとうございます。2024年のコンポジでどんな感じ？知らないですよ。一発目でまず佐賀アジア新興。あれそういえば、あの黒さんから連絡来て、どういうスケジュールかとかまだ決まってない感じですか？そう、まだ決まってないけど、まあ、朝行って向こうでレンタカーして、でその次は1月末に行って佐賀行って、で2月新店舗もう決まってるんですか？決まってる、決まってる。トロス店舗、これしゃぶしゃぶの行けんじゃないですか？しゃぶでも行け、もう行けるラインしゃぶも。馬肉しゃぶしゃぶ。今年は何ですか？何って言ったら、うん、まあ、まあ、でもジファール出したいな。馬刺しっていうか聞けよ、馬の…それ卵初めてだろ。うどんだ初めてです。初めてだな。だからオープン当時から知ってるわけじゃん。どう？全員こっちから入れないですよ。ありがとう。昔は暇の店だったのに。どうも。人気店です。なる。じゃあセレの2024年の目標、彼女を見つける。麻布十番で働いてるんですけど、年上の綺麗なお姉さん。無理無理無理。年上の綺麗な。無理だから。エチのね。無理だから。無理だから。なんかさ、コンポジのさ、成績がいいとさ、俺楽しくないの。やることないから、そうってことでいきますか。じゃあ、松本優也。松本優也。東中野。東サウナ、何分耐久すんのお前。5時間。いや、言ったなお前。いや、言ったな。マジで言ったな。15分。ちょっと俺ら10分だけど、10分寝てるけど普通に。それはつけようよ。さすが谷口パレイやっけ。誰パレイ？パレイね。セレイです。山口谷口な。水口ポパイ。ポパイ。オーレンソー食べないんよ。本日休業中でございます。松本優はやってなかった。じゃあ今から行くのはアルシンスパ。20分耐久って言ったっけお前。増えてるね。いや別に25分ぐらい余裕でしょお前。25分ぐらい余裕。どんどん増えてるじゃん。これは10分。俺も10分。お前30さっき言ってたもんな。あ言ってない。増えてる増えてる。絶対出ちゃダメです。あの扉押さえとくから。おお、マルシンスパ。なんかラブホのエレベーターみたいなの。ここはマルシンスパ。いい顔してるな。光浴びる前。食べる前、水分があるほど頑張りましょう。どうですか、整いましたか？言葉を失ってる。整いました。ということで、我らの家、コンポジに戻りますか。戻りましょう。今からどちらへ？コンポジション。ねえ、チップ。コンポジでたんまりと飲んで、何杯飲みました？わかんねえ。ペロペロ。
はほどほどにね。